想像がつかない。めっちゃあれです本当に、はい、初歩の初歩っていうか、はい、もうみんなが当たり前に やってる本当はやってることみたいな感じで、よろしくお願いします。これを言ったまずは、はい、自分の大事なものをこの真ん中に置きます、うん、で記憶がここに残るからそうなっています、うん、っていうことで、はい、じゃあ右足から、はい、爪の周りを爪でこうカリカリ刺激していきます、はい、細胞一個一個にこう意識を向ける感じで触って一周したら、爪の上真ん中のところからこうねじって、うん、奥まで、でこのままねじって、うん、取る、でふーっと源に返す。これ源っていうのがわからない人には地球の核に返していくっていうようなイメージで触ってあげます。細胞一個一個に、うん、まあ、感情としては今までありがとねっていう気持ちと、でありがとうだけ言ってたんですけど最初は、はい、途中からおめでとうって言ってあげるようになって、でそれ でこうやってふーってやるのはいらなくなった、この今までは必要だったけどいらなくなった感情、記憶、思いとか、うん、細胞レベルに眠ってるなんかそういう、まあ、いろんなものを手放していくっていうことをやっていきます。一個一個の細胞につながっている全ての存在とか記憶、過去とか未来とか全部にありがとうって言ってあげて、おめでとうって言ってあげながら必要なくなったものをピッと取ってふわっと見ます。足からやり始めたのは、うん、いつも日頃頭で考える人の方が多いじゃないですか。あ、もうこっち側ばっかり使ってる人が多いんで、一番遠い足から始めたっていう感じで、まあ、やりだしたんで、逆に私は今もこっちの方を触ってあげる時間が少ないから、あ、こっち触ってって言われることが多いです。そうなんだ、面白い。言葉でありがとうとかおめでとうって言ってあげることで、うん、外からも響くし中からも響くから、うん、自分がちゃんと声をかけてあげることが大事ですっていうことを言ってます、はい、じゃあ全部できたら今度はこの足と足の股のところギューッとつまんで、うん、ありがとうおめでとうってピッチとって、日頃見てあげる時間が少ない、お話ししてあげる、うん、ね、あの時間少ない人とかは特にね、こう一個、はい、面白いですで今度は足のここのお腹のところ、うん、ここ日頃こっちに動かすことが多いので、うん、こっち側にこう動かしてあげるんですけど、うん、グーにしてあげる感じで、うん、ここの骨が出てくると思います、うん、これを覚えておいて、うん、こう床に置いて、うん、今ここに出てきた骨のところをだけをグーッと上げていくんですけど、うん、すごい、上げれない、最初はね上げれないからこう指を押さえて、うん、グーッと上げてグーッと上げて、できるようになったら押さえなくてもできるようになります。できてきた、うん、なるほど。これギューってできるようになってくる。わすごい。で最初はあの吊った感じなんですけど、足が吊るってことは筋肉がないよって証拠なんで、うん、筋肉使ってるっていう証拠だから、うん、まあ、ぐーっとゆっくりやってあげるようになってくると、この筋肉も鍛えられて、順番に指がこう手と足を同じように動くようになります。指がここからだよねっていうのを思い出すっていう、どうしてもねやっぱこういう感じに丸まっちゃう人が多いんですよ、使うときに。で足はここが全部で足って感じに思ってる人で、靴履いてて、それを思い出させてあげるように、ちゃんとこの指のところも床
抑えて。面白い、うん、次、手の使い方なんですけど、はい、指のお腹のところを使うんですよ、うん、ここのところ、うん、で、あのオウム、金のこうビューって手を出すじゃないですか。ああいう感じで、こう今日どうですかってお話しするんだけど、うん、こういう感じの触り方します。わあ、すごい。ありがとう。お伝えるときはありがとうって伝えて、おめでとうして、めっちゃなくなったものを取るときはスーってこうやって取ってあげる。うん、どうですかってで愛を送ってあげるときも、必要なくなったものをこうやってこうシュッて取るとか、うん、まあ、トントントンってするとか、うん、何でもここのお腹のところをこうやって触って、うん、あの、まあ、なんていうのかな、送ったり取ったりするみたいな。へえ、うん、スーって流してあげれば、そのままこの指のところでこうできるし、うん、このままこう取ってあげるとか送るとかもできる。腹を使う、うん、はい、じゃあ右の足を包んであげてアフォーメーション、宇佐美聖子の右足さん、いつもありがとう、おめでとう。どうぞ。今から必要なくなったものをすべて源に返すことを許可します。今まで必要だったけど、必要じゃなくなったものをすべて源に返すことを許可します。ここから先、必要なことやものやエネルギーやすべて必要なものはいつも源から取り入れることを許可します。今から先、これから先、必要なものは入れることを許可します。はい、ほぐして、うん、まあ、この辺とかも触ってほしかったら触ってほしいとか言うし、うん、ちょっと冷たいと思ったら温かくしてあげればいいし、うん、で足首、あ、かかと、かかとを包んであげて、かかとの付近は膀胱とかね、あの子宮とかそういうところにつながってるよって言われてるので、じんわり愛を伝えていくイメージで、ありがとうとおめでとうを伝えていきます。私はボルテックス、まあ、私が思ってるチャクラっていうのは各関節のことを思ってて、うんうん、その関節すべてがこうボルテックスみたいな渦になってて、うんうん、そこがちっちゃくても大きくても気の流れとかをちょっと、まあ、循環するっていう役割を担ってるよということで、あの、まあ、足首とかはすごくこう大事、うん、こう直角に、ね、横と縦をこうつなぐ場所としてすごく担ってくれてると思うんですけど、うん、まあ、ここが本当に滞ったり止まったりするっていうのが、うん、なんかね、大地とつながる、うん、あの要みたいなところだから、うん、まあ、ありがとうおめでとうするときもそんなイメージで、ここの何て言うの、大切な意味、まあ、それもそれぞれの部位に対して改めて意識を向けてあげて、うん、その役割っていうのを意識して感謝してあげる、うん、でここはずっと循環くるくる回ってていいんだよっていう許可をしてあげたり、うん、例えば 痛みで気づくのありがとうおめでとうなんだけど、次の瞬間それ手放していいんだよって許可して、うん、まあ、その違うあの気づきをもらえたら痛みじゃなくていいよって言ってあげるとかっていうことで、うん、まあ、手放していくっていうことを、このぐるぐるって回してどっちか行きたい方にこう流してあげて、ふっとで反対に回したら、うん、どっちかなと常にもうずっと循環しているということを、うーん、はい、目
ちゃ大切に触ってあげたので、うん、嬉しいじゃないですか、うん、でこっちとグラフィック見てほしいんですよ、うん、見てください、明らかに違うんですよ、ほら、うん、色もここ、このキメ細やかさとかも変わるんだけど、見比べると、うんうんうん、しこっちしましわ、こっちが本当だ、面白い、なんかこうあのやっぱ触ってこう意識を向けてあげることによって気が流れるから、うんうんうん、まあ、それはもうこうやってやるって全身と思ってるのもいいんだけど、うんうんうん、やっぱ一個一個改めてその見てあげるってことをしてほしいって言ってる、うんうんうん、でその自分が人に見てほしいと思ってる承認欲求って誰に見てほしかったかっていうと本当は自分に見てほしかったっていうことがまず第一歩で、うんうんうん、自分がどれだけ細かくこの血管に対してとかリンパに対してとか 骨とかこの足踏まずさんとか、うんうん、全部に対して一個一個あここってこんな感じだったんだねとかってこう見てあげることをちょっとでもできる時間を増やす、だから例えば、うん、まあ、時間なかったらお風呂の時とか、うん、今日もありがとねって言いながら、うん、あ前とちょっと、ね、色が違うじゃんとか、うん、なんかこうやってそうやって話してあげることで、そうそう今日はね頑張ったからとかちょっとむくんじゃったんだけど、うん、そうなんだ、じゃあなんかちょっと源に帰ったらいいねってうんうんとか言ったらもうそれでもあの成就するその人の気持ちはこのなんか言う、なんか助けて欲しかった気持ちが頑張って見て欲しかったとっていうのが全部こう気持ちがリリースされて宮本に帰るんで、まあ何ももうあの言いたくもないし見て欲しいと思うのもあるかな。ああ面白い、アプローチはすごい似てるから、うん、そう結局そこに繋がってると思うんですよ。でそれを誰かに教えてもらってやることっていうよりは、うん、本当に自分で対話することで、うん、あのできることで、それ例えばちっちゃい頃になんか、うん、痛いってなって痛いに踏んでけって誰かが言ってくれたから誰かにやってもらいたいってなっちゃうんだけど、でも実は自分が一番分かっててどこが痛いのかとかどんな風に痛いのかっていうのは自分にしか分からないはずなのに、うん、人にやってほしいって言ってやってもらっといて、うん、お前に何が分かるんだよっていう話をするっていう、うん、このなんかこうずっとループをしてるような気がしてはい、はい、いやいや自分が分かってんだから自分が一番見てあげればいいのに、うん、なんかそれをやらないから人に言ってる、ずっとそれをやってる、でこれをやってあげることでめっちゃ満足するんですよ、うん、自分の体が、うんうんうん、そうするとあいつも見てくれてるからねって、うん、でしかもありがとうっていうだけじゃなくておめでとうって承認してあげてもう称賛してるから、誰かに褒められたいって思わないんですよ、はい、だっておめでたいから、はい、私、うん、みたいな、うん、でも次の瞬間さらに素敵に なると思うって感じなの、うん、体が、はい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 、だからそうだよねみたいな、今まではこれがね、まあ、しょうがなかったっていうか、うん、まあ、これ最善だったけど、うん、次の未来さらに良くなるように私たちナイスチームだしねとかっていう感じでお話できるようになってくるんで、そうでこの話してるだけでも活性化するから、うん、もう細胞も全部、まあ、空間もそうなんですけど、うん、みんな聞いてるんでこう空間も変わってくるんですよ、うん、そうだよねみたいな感じ、うん、私は空間に対しても今日もありがとねとか、なんかおはようとか言ってなんかラビューとかって言うともいいのもラビューって感じだし、うんうん、でもこれはでも本当に石と話し始めたのがきっかけで、うん、なんて綺麗なんだろうみたいなのがこっちに向いてったとか、はいはい、始まったきっかけだったんです。いつもはもうお前マジでうざいなとかさ、うん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 、好みの体だったらもっと愛してあげたのにみたいな、うんうんうん、なんか女のくせにとか、うんうん、もうとにかくなんかこういろいろ罵倒してた、もうまだまだだとか言って、うんうんうんで、まあ、まだまだだは全然あるんだけど、大前提にあるんだけど、うんうん、それ言い過ぎても別になんか発展性がないというか、うんうんうん、まあ、ある程度は磨きをかけるのに必要だったと思うんですけど、でもなんか時代を経てそれを言い続けることによってモチベーション下がるぐらいだったら、うんうんうん、もうそれを思ってた感情というのを手放そうよということが今も全体的に始まってると思うんですけど、うん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 、だそれを普通にすればいい、特別にすることじゃなくて、うんうんうん、普通にただ会話してあげる、あ今なんかすごいドキドキしてる、どうしたの、なんでドキドキしてるの、うんうん、緊張してとか、うんうん、いっぱい喋りたくてとか、うん、あそうなんだとか全部分かってくるから、うんうん、なんでドキドキしてるのかとか、うんうん、っていう
対話の仕方、で自分の体とかと喋れるようになると、うん、相手の体がどんな状況かっていうのも分かるようになるし、うん、そのあこういう状況でこんな風に過ごしてるからきっとここがなんかもっと触ってほしいって言ってるんだろうな、うん、みたいなのがやっぱ見えるようになるじゃないですか、うんうん、だからそんな感じで空間とか人とか場所とかにも感じる能力が高まる。それはもう自分が、うん、それを受け入れてる、うんうんうん、いやめっちゃ一緒だなアプローチの仕方、うん、多分ちょっとその源に返すとか、うん、その一個一個とかの、まあ、ちょっと違うけど、うんうん、やろうとしてることすごい近い。そうですよね、うん、まあまあヨガとかそういう瞑想とか、うん、もう昔から言ってることって絶対それ、まあ、結果そこに行き着くから、うん、どこから言っても同じことなんだけど、ただやってなかったこととしては、うん、本当に一個一個ちゃんと認めるとか、うん、その認識するっていう作業を当たり前でやってないっていうことが起こってて、うん、一個一個整理整頓するとかっていうのと同じように、うん、なんかこの形がこうだったっけっていうことを分かってるって思ってたけど、うん、実は毎日変化してるっていうことも含めて、うん、やっぱこう観察していく、当たり前を観察するとか自覚するとか、うん、まあ、その意識に上げるっていうこと、うん、なんか私のこの肌ってこんなだったっけっていう、この感触とか、うん、それもすぐ変化するから、うん、硬くても許可したらもうすぐ柔らかくなったり、うん、ふわふわになったりとかする、うん、それも含めてその自分っていうものがこうだっていうことを断定するってことがなくなるんですよ、うん、だからその決めちゃってたのは自分自身で、じゃあ変化させるのも自分でっていうのをなんか簡単にできるようになる。で右やったんでこの左がやってほしいってずっと言ってると思うんで、うん、本当は左も一つ一つをお話ししてあげればいいんだけど、うん、時間がなかった時の、うん、ちょっと早巻きアファメーション、うんうんうん、今、宇佐美聖子の左足さん、いつもありがとう。今右足にしたことを全て受け入れて、その先に行くことを許可します。はい、はい、でこれ見てみるともう完全にこっちの方その先行きたいと思って、意識がタッタラーンって感じですね、これ、っていうことが、うん、まあ本当は触ってほしいけど、うんうんうん、それぐらい言うこと聞いてくれてる。喋らなくてもアファメーションしなくても、うんうん、いつも無意識レベルでもこうやって動いてくれて生きてくれてる、うん、まあ、なんなら死に続けてる、うんうん、細胞がいて生まれ続けてる細胞がいる私たちに、うんうん、私はあなただけど、うん、あなたは私ではないっていうことだった、うんうん、けどあなたは私だねっていうことが起こるっていうことを遊ぶ、うんうん、まあ、みたいな時間、これを一個一個やるんですよ。全部全身やって、うん、髪の毛の先までっていう時間を持っていくんだけど、うん、それで1時間半ぐらいかかるっていう。なるほど。それはかかるな。うん、だけどね、温泉、まあ、ここだけでやってもちょっとポッポするけど、うん、全身やると本当に温泉気分で、うん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 、なんかどうか。でも今は左足の方がその先行こうとしてるんで、はいはい、今両足で。触らなくても全身って言ったから全身なんだけど、うんうん、まあ、一個一個やってあげた方が嬉しいから、うん、行くとその例えばふくらはぎ
だと、うん、ふくらはぎって結構癒着、人と癒着してる人はすごく癒着硬くなったり、骨と骨の間が痛くなって結構こう剥がれにくくなったりする人が多くて、うんうん、なんで、まあ、そのそういう癒着するんじゃなくて共存共振、独立共存共振していることを許可するっていうアファメーションを元にお話ししたり触ってあげたり、まあ、伝えるっていうことをしてあげる、まあ、見てあげることがもちろんいいんですけどとかっていう。でなんかその各部位にその癒着したりとか残ってるものっていうのがあるじゃないですか、うん、タイプ的に、うん、それはまあなんか例えばヨガ的考え方だったらこうな、こうだよ、お腹だったら大体こうだとかっていうこととかも含めて、まあ、自分のやり方で自分の体験とか、うん、そういうのであのアフォメーションしてあげればいいし、まあ、その時に合わせてそれこそ人によっても違うから、まあ、その人に合わせた流れとお話になっていくのかな。膝は経済のチャクラで、形にするとかしないとか、うん、経済的にブロックしてるとか、そういう人はお腹って言うんだけど意外と膝に来る人が多くて、でそれを私はこうアファメーションして解除してあげるってことをしてます。とかあとは、うん、太ももは曲げて、うん、よいしょ、大体分かるところはね、はい、みんな一緒のようなことを言うからあれなんですよ、うん、この太ももの横のところが人とつながる赤いラインがつながってるっていう、それを一回全部切ることを許可して、で未来に本当に必要な人とつながるのを許可するっていうことをやったりしますね。太ももがこうパンパンになってる人とか、うん、まあ大人の人だったら太る、結構太い人、うん、男の人だったら筋肉もパンパンになって硬くなるとか、うん、こう人、まあ、過去のもう、まあ、先祖代々から残ってるその癒着とかそういうのもそうだし、うん、人とのつながりみたいなのが一回こうリセットできてない人とかがそこまで出やすいです。なるほど、俺結構ふくらはぎ太ももとか、あ、人ですね。なるほどね、そういうことは。どんどんなんかこう下に下がってくるっていうか、で残って最終的に残ってくる。アーシングとかって今は流行ってるけど、はいはい、そのちゃんとリリースして源に返すっていう循環が起こってれば、うんうんうん、歩いててもその靴でゴムで断絶されても別にその足の裏が常にそのイメージできてればリリースできるから、うんうん、まあ、それをこうイメージするっていうことから始めて、まあ本当にね、それこそやっぱ砂利とかそういうところにいる方が自然に帰りやすいっていうのはあるんですけど、うん、そうじゃなくても常にこう整っているっていうことを許可してあげることで、うん、宇宙のエネルギーはまあずっと循環し続けることができやすくなるっていうね。で今度は、骨盤を包んであげて、すごく疲れた時は骨盤をこうやって包んでエネルギーをわーって送ってあげると全身が生まれ変わっていくので、これめっちゃ気持ちいいですね、うん、やっぱりこの腸骨って言うんですか、骨盤が一番要、まあ、そのエネルギーを全身に送り届けたり中心になっている、まあ、骨の大部分というかね、すごく大事なところ、そこから全身にわーっと、呼吸とともに肩甲骨の裏側からふーっと抜けていくとか、まあ、入り込むとか、あとは鎖骨の間からとか、まあ、そういうのも全部一個一個やっていくんですけど、そういうイメージでこう呼吸の抜け道とかっていうのがどんどんイメージできれば、全身空気が行き渡ったり、ね、自由に動きが、
その通り、自由自在に動いていくことを楽しみます。骨盤の下側のその股というか、ここのね、部分というのが、まあ、多分こうやってますけど、こうやって手をこう広げた時に、肩と首のラインと、あとこの足のとこと、この首があって頭っていうのが、まあ、見えない頭ですね、見えない頭とこの今見える頭というのがつながってて、見える見えないっていうのがこう循環しているっていうイメージで、まあ、ここはだから肩首のところと同じようにリンパが詰まりやすかったり、本当にすごい大事な場所なので、まあ、同じ感じで肩がこうって人はもうまた残る、で、まあ、またお股もそうなんですけど、こうおちんちんとかそのおしっことかの膀胱とかも包んであげて、まあ、女の人だったら子宮とか、ありがとうめでとしてあげて、いつもいらないものを出してるとか、汚いものを出してるっていうイメージでしか過ごしてない人たちが多くて、でこの膀胱とか出す方ばっかりでしょ、だから入れる時間欲しいってなるっていうのも当たり前のことだと思うんですよ、でじゃあその気を入れるっていう時間が欲しくて、ってじゃあ瞑想するのか、じゃあセックスするのか、何なのかとかってなった時に選択肢がない人が多くて、でまあ、そのアファメーション的には全細胞全臓器全てが同じように大好きで愛してるっていうこととか、まずその同じく大切ですっていうことをまず許可するっていうか認めて、祝福、まあ、ありがとうめでとする、で必要なくなった感情記憶とかも全てを手放していくっていうことを許可して、まあ、そのアファメーションをしてエネルギーを、これできてない人が多くて、だからなんかそういう時間欲しい、特別な時間欲しくなる。でもそのスペシャルな時間っていうのは全部の臓器同じようにこう声はある。例えば生理が始まる前は子宮から、あ、子宮じゃないわ、卵子が飛び出て子宮に近づくから準備できてるよっていう声があるっていうのを、イコールそれをなんか混同して、はいやりたいですってこう そういうところに直結させたりとか、あともう精子が熟成したから次に準備整ってるよっていうお話してるだけなのに、じゃあそれも本当出さなきゃいけないんだみたいなことになったりとか、それがその解釈がそこにつながっちゃってる人が多くて、でそれをそうじゃなくていろんな声があるし、そのなんか現象を教えてくれてるっていうだけで、例えばお腹が鳴ったからお腹空いたんだって思うんじゃなくて、消化してるっていうこともあれば、痛いと壊れてるっていう時もお腹が鳴るわけで、だからその鳴ったっていう現象をイコールこうっていう、その解釈する選択肢が少なすぎるんですよ。はい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 。でそれをなんかやっぱりこういろんなその時があるよって、それってどういう時なのって聞いてあげること、やっぱ決めつけないこと、自分が知ってる領域で解釈するなんてできないってそもそも思った方がいいっていうか、まあ目安なので、そうなのかな、どうなのって聞いてあげることがまず大事で、断定することっていうのはそもそもできない。でこうどうなのって言った時に、そうそうってなるか、違うそうじゃないってなるかっていうのは反応を聞いてあげると分かることだから、まあその急いでるとかね、まあ、そんなに向き合う時間ないよっていう人とかはやっぱどうしても全部もうそうやって見ないふりして生きるしかなかったりとかしてたと思うんですけど、まあ、他の場所も触ってあげながら話聞いてください。でもそういう感じでなんか一個一個、例えばお腹にしてもそうだし、臓器全部が何も言わなくてもいつも働いて動いてくれて連動してくれて、それで私たちは好きなもの食べて好きな風に話して好きなように寝てね、なんかこうやって呼吸もしたりして、もうそれができてることが素晴らしい、本当にすごい奇跡だということを、毎日が本当に感謝することで祝福してあげること、もうこれにもう全てが集約されてるんじゃないかなっていうふうに思って、あそこの話すると
体は嬉しいってありがとうってこうわーってこう涙が出たりするんですけど、うん、まあ、なんかそれぐらい反応は常にしているから、うん、まあ、いろんなその外的要因、いろんな人がいたり、まあ、あの音が聞こえたり、うん、いろんな原因ですごいずっとこうやっぱりノイズっていうか、まあ、混沌を感じているっていうことに負荷がかかっている体さんを、うん、まあ、今一度なんかいろいろ感じてくれてんだねって言って、でいつもこうやってその中でも動いてくれてるんだねって見てあげることが、まあ、すごく大切な時間ですねって言ったんですね。よくみんなにやる時間としては、うん、そのノワークをやるんですけど、うん、手のひらをこう人差し指と親指をつないで、うん、まあ、お腹にこう当てたり、へそを開けた状態です、うん、ここからゆっくり呼吸とともにへその緒が伸びていきます。ずーっと伸びていって伸びていって伸びていった先は大いなる根元の場所、呼吸とともに必要なものが常に、そして必要なくなったものは源に帰っていっています。へその緒が伸びている、そのへその緒をいつもそこをつながっているということも含めて一回自分で切ってあげるというワークをいつもやっています。それはまあ、切られたっていう記憶がトラウマになってすごいんで、わざとそれをやっているっていうだけなんだけど、まあ、自分で切ってあげてゆっくり収めていきます。ピンと切ったらゆっくりおへそにへその緒を戻していきます。全部戻ってきたなと思ったらおへそを包んで手のひらでかぶせてゆっくり包み込んで、ありがとうおめでとう。おへそさんはへその緒が見えない、見えるあるないかかわらず常に源とつながっていることも明かします。必要なものは源の源から取り入れ、必要なくなったものは源に返すことを明かします。とともに出したり入れたり、その道が開けています。呼吸とともに裏側の肩甲骨の同じ真ん中まっすぐ通り抜けたところに抜けたり入ったり、
何も思い浮かんだことをアフメーションしてあげるという感じですね。心臓さんもいつもありがとう、おめでとう。スムーズに綺麗になってまた綺麗なものが送り出されて必要なことも変化できるし手放すし色々と取り返すし、サラサラとすでに生まれていることも許可します。血液がサラサラ整って、それでいい感じ。この硬さとか、不安定さとか。ね、この辺にもこう思った気持ちがずっと溜まってきて、ここに脳で溜まってたりとかして、あで手放せなくてで頑張らなきゃと思ってる人はこの腕のところに溜まっちゃったりとかしてカチカチになっちゃったりとかして、この辺も全部のがいい。腕はね、意外とこう腕ばっかり使ってありがとうメーターフォーメーションするから、はい、右手さんには左手さんが言ってあげて、左手さんには右手さんが言ったりてつしてこうありがとうってとねってこうしてあげ合う感じでお話し、触ってあげるだけで嬉しい。いつも触ってばっかり、触ってもらうことがないから手はどうかなと。よしよし、首さんもいつも通り抜けて、はあ、スムーズに流れて、そしてお風呂とかだったら歯の中の歯茎さんとか、歯とね、あの歯の歯と歯茎の間さんとかね、とにかくベロさんとかも口の中さんとかもベロさんを触ってあげてありがとうおめでとうと必要なこと も全部取りました。鼻さんもありがとうだし、耳さん、耳さん包んであげて、未来に必要なことだけ聞くことを許可します。それ以外に聞かなくていいよとかね、感じてくれてありがとうね。整っていることを許可します。メイさん、ありがとう。髪の毛一本一本さん、ありがとう、おめでとう。背中さん、あとは背骨の一個一個さんとか、背骨の間さんとか、みんなみんな脂肪さんも。で、一個一個言えるところは腎臓さん、肝臓さんとかもいるんだね。
ね、あれこうが常に分解してくれて人間を解き明かしてあげたりとか、必要なことに全部分解してくれてもと、傷ついて気づく流れを卒業して高め合って、みんなでお互いに良くなるループでワクワク進むことを目指して欲しかったとか言ってるとこがあれば、そうですね、触ったりする、どんな感じで、ね、なんかどんどんってしたらいいんですかとか、なんでそんなに言ってるんですかとかって聞いて、まあでも聞いて寄り添うことだけじゃなくて、うん、そうな、聞いて欲しかったは分かるけど、でもその先行きたいんだよねっていうことで、うん、その寄り添いすぎるのも良くないっていうか、はいはい、依存につながるんで、はいはい、まあ、一旦受け入れるけど、それはもう源に返していいよねって、その先遊ぼうよっていうことをお話ししてあげることによって、うん、ああそうだよね、だって循環してるから常に入れ替わってるんです。だから死ぬことも全然怖くない、だってみんな死んでるから、うん、順番に死んでくれてありがとうなんですよ、うん、同時に死んだらいわゆる死だけど、うん、順番に死んでるんで私たちは生きてるから、うん、だからそれを受け入れることで、みんな死んでくれたりと生きてくれたりと循環に対して受け入れて楽しんで進もうねっていうことですね。こういう全身のをやったらもうあのポカポカしていい感じなんで、途中めっちゃ眠かったですよね。めっちゃ気持ちよかった。そう、なんか寝ちゃう。これ早巻きにやったからだけど、ゆっくりやってるともう本当に寝ますよね、これは。なんかギリギリのところに行っちゃうから、うん、まあ瞑想とかしても同じだと思うんですけど、うん、もうなんかそうね、温泉入っても結局人がいっぱいいたりとか、うん、外的何かにやっぱ刺激を受けてるので、うん、本当の意味でこう全部の細胞がリラックスするってなかなかできないけど、うん、もうこういう時間を持つことによって本当に一個一個が整うっていうかね、うん、連動していることをまた意識し直すというか、つながり直したり整理するとかした。ボイスのワークをやることもあって、うん、あの口を閉じた状態でうーんってなんか音を出すことで響く場所があるので、それをまあ響かせながらお話ししていく、体と、うん、でまあ、例えばお腹に響かせてお腹を整えていきたいと思った時に、その思いの中で、うん、でこのふんって言ってこう響かせていって、うん、まあ、例えばですけど遊びですけど、うん、でこう上にふーんって上げてあげると、うん、振動がふーんっていったらもう鳥肌立つんですよ。わーってこう波が出て、うん、体の振動がこう伝わって、うん、体を伝わってふーんって流れていくと体感できるから、うん、まあ、それによって本当にこう響いてるってことを遊べるし、うん、
私が響かせているこの思いを、うん、まあ、一番届いているのは私、うん、いやそれをこう今一度感じる、うん、でまあ、音でこう振動させて源に返すっていう、こうワークとかも、まあ、別でやったりもするし、うん、それで必要な人にはそういう時間が起こったり、うんうんですね、あとはまあこう自由に自分のようにそれを遊びをしていく時間をこうやって作ったりとか、うん、なんか即興で遊ぶとかってみんなでやってんだけど、うん、結局みんなで合わせようとすることばかりに気がいっちゃって、うんうんうん、自分が整うというベースの中で奏でていく音っていうのは、うん、またちょっと違う音じゃないですか、うんうん、なんかそのまあ、いわゆるオーンっていう響かせるというのと同じようなことだと思うんだけど、うん、その言葉をあの何か決めるっていうことじゃなくても、うん、まあ、そのみんなが、まあ、例えばつむってる時に響かせる音とあーって言って響かせる音って全然こう響きが変わるから、うん、まあ、そういうのを体感するとか、うん、あとはもう好きにあごなれほかれやほいながほなおれよこえなやほえにならよえにあかれを、別に 何語でもない言葉を歌って、うんうん、それになんかこう委ねる、うん、でそれがなんかあの解釈するっていうことからその解き放される時間っていうか、うんうん、やっぱどうしても声を出しちゃうと人の音ってすごくこう邪魔になるっていうか、すごく意識が向いちゃうんで、うん、楽器とかよりもっとすごく聞こえちゃう、響いちゃう、なんか人間には特に、うん、人間だから、だからそれをなんか解釈を超えたところで遊べるように、うん、そういう時間を作ってあげるとか、ちっちゃい頃はね、よくそういう遊びしてたと思うんですけどね、音とか、あとは手の使い方とか、うん、そういうのでいろいろこう、なんていうのかな、触っても届かなかったところに、うん、またもっとどんどんちょっとこう刺激を与えてあげることでこう整うこともあるし、うん、側面がめちゃくちゃ気持ちよく感じるっていうか、うん、めっちゃ気持ちいいですね、うん、まあ、これは自然の木だからなおさらなんだけど、うん、やっぱこの木との対話っていうのも自分の体と同じようにこうできるようになってきて、うん、でこのなんだろうな、こうやってこう側面で一緒にこうやって沿うことっていうのにもあの、うん、またなんかこう癒しっていうかこうねストレッチしてこうなんか循環も起こるしとかさ、うん、この床も生き生きし始めるから、うん、空間はやっぱり人が作ったものなんで人が関わらないと途端に死んじゃうんですよね、うん、だからお話しするとか時間が起こってエネルギーが循環するっていうことが起こると、うん、また息を吹き返す、私はあなたという意識の中で、うん、この体を通してその先のこの空間に意識が向いていって、この空間も私もあなただなってなってきて、うん、で仲良くなればなるほど自分
目覚めっていうか、まあ、自分で自分の体のように右手を動かしたいと思った時に自然に右手が動くように、うん、この空間で私はこんな人とこんな時間を過ごしたいって思った時に、うん、そうやって自然と空間が動いてくれて、うん、そういう時間をくれるようになるっていう、うん、これはもうあの地球と対話するのと同じ、体と対話するのと同じ、触りづらいじゃないですか、うんうんうん、プロに触ってもらったらやっぱすごい早くなるから、うん、そういうなんかこう人に触ってもらうにしても、うん、すっごく反応早い体になるし、あー分かる、うん、ちょっとそれ言われるの、どうしてもやっぱこう固定概念で自分の体は触りがちだし、うん、関わりがちなんで、うん、そうなると外れにくいから、うん、まあ、そういう時にはなんか人にこう、うん、そこみたいなところをピッて触ってもらったら、はぁ、わ、そっちもあ、そうですよね、みたいな感じで、そうそう、なんか、そこまで、はい、確かに、みたいな、説得力みたいな、うんうんうん、そこでなんかね、人の、うん、が分かれてる良さが出るっていうか、そうですね、プロの人で本当にすごい人がすごいですもんね、うん、すごいと思う、昨日と、なんか温泉行ったら中国人の人に整体してもらえることなんでね、すっ
ごい上手だったんですよ、うんうん、めっちゃ痛くて、はいはいはい、ひたたたたって感じだったけど、うんうん、なんかやっぱ中国4000年、うん、4000年、うん、やっぱあるのかな、うん、そこっていうところにバコーンって中に入るから、なんかすごい結構なんか手放した気がした。はあ、なんか優しくされてなかったり、今日今の枠は大体みんな優しくしたことがないから優しくするっていう枠ですけど、優しくばっかしてたらやっぱなまるから、うん、そうなるとバーンとかってやって、ポキロンとか言ってやる方が、おーってこう細胞がそうだったみたいに思えることもあるんで、やっぱ時と場合で、なんかこう、こうやって叩いてあげるとかも絶対必要だし、でそこが本気でできないとやっぱぬるくなってくるんで、そうですね。ね、それは。こんな感じです。こういうワークをやってます。ぜひなんか取り入れていただいて、うん、こういう、なんていうの、まあ、多分一緒だと思うから、うん、すごい似てますね、うん、なるほど。じゃあ俺のやつちょっと、うんうん、どうか、これどうしますか。あ、そう、一旦ね、あ、そう